近畿霊夢局、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、花子さん戦の続きからですね。これ、ここまではいいんだけど。入って来たやつをちょっとオッケー。できる限り少数を相手にしないと。絶対いっぱい出てくる。後ろだ。ちょっと待って。一回逃げる。やった？ OK。よし。一人ずつ出てくれんだったら全然いいんだけど。開いてる？一回入れ的な感じか。よし、オッケー。うわ、いっぱい来るよね。ちょっとやばい。ちょっとリロールが長い。ちょっと待って、長い。よし、この正面まとまりはありがたいな。結構連射効くんだね、これね。きた。よし、オッケー。マジか、起きぐれって、そういうのもしてきます。はい、門松ショットガン嫌われるな。こっち来たけどですよね。攻撃来たね。一旦引いて、はい、もう一人いるだろう。いなかった？あれ？2人いた気がするんだけど、気のせいか。やばい。一旦引く、危ない。さすがに全員相手は無理。はい、あ、やばい、危ない。よし、お、武器なんか捨ててかかってきなさい。なんか言ってます。コマンドだね。さすがに罠だろう。成仏しない程度に撃て。こいつマジなんすかね。意外と子供好きなんすかね。子供好きなやつは殴らないんだよ、あの倫理観ね。うい拾えな、さすがに無理か。うい弱っ。ほんとがっかりだよ。ただ赤いだけならエビでもできる。いいね。俺どっかで使っていきたいな、それ。少年漫画じゃあるまいし、部下を束ねる能力とフィジカルは別よ。まずお前、本件の元締めじゃないよね。さっき、才川神社の巫女から雑に撃たれたけど、あいつらの差し金か？それとも、神社乗っ取った親玉がいんのか？白石、花子の現在地を確認したい。3階トイレ中央、自分の目の前にいます。ええ。小日向でしょ？相手。お前は質問される側な。知ってんのっていうか。聞こえてんでしょ、小日向。小日向かな。散々こき使っといてこれね。悪霊やってて長いけど、悪魔は初めて見たわ。往生際悪いぞ、ガキ。その手には乗らん。そろそろ時間だ。部下思いには感心するが、花子の一確認までの約束だ。なんだこのおっさん。AGM オンライン、オーダー待機中。ん？白石。はい。割り。うわ、やってくると思ったわ。命中。目標建造物崩落開始。もう一発打ち込め。レーダーロック。は？神社との共闘が始まるのかな。ドローンシグナルロスト。誰だよ。神社にスティンガーを撃ったのは。現地との無線中継を失いました。死体見るまでは安心できないけど、まあ死んだか。さすがにたくましいな。な、やっぱし生きてた。本当にやるんですか？白石先輩ですよ。ここでやり損ねると、この人は必ず俺たちを皆殺しにするだろうな。最強クラスの悪霊になるぞ、白石さん。元があれだから。撃ったやつたたられそうだな。じゃんけん。のんびり話してるから。ストーリー面白これ普通になんか幽霊にさ銃ぶっ放して無双するだけのさ、なんか正直ね、一発芸かなって、一発ネタのゲームかなって思ってたんだけど、普通にストーリーも面白いの。ずるいなめちゃくちゃいいな。知らない天井だ。ん？ああ、巫女さん。うわ、ほんまに生きとった。才川神社へようこそ、白石さん。主任巫女の才川綾音かなと申します。どれぐらい眠ってた？あなたが眠ってたのは9分間です。落ち着いて聞いてください。のやつだね。全身にがれき浴びながら3階から飛び降りて、脳震盪と軽い打撲で済んどんねん。バケモンがよ。まあうちらが来んかったら今頃死体袋やけどな。はあ、目つきかわいいな、奥の子。殺しに来たり助けに来たり忙しいな。ほんと何なんだお前ら。何聞き出したいかは知らんが、びっくりするほど何も知らんぞ。あまりの知らなさに職場からミサイル撃たれたんだからな。そもそもなぜ一人で犀川村に？ふるさと納税の返礼品が届かないのでクレーム入れようと思ったら犀川村の存在が消えたので気になって調べに来た。そんだけ。小日向課長に報告しなかった理由は？返礼品の中身がそのなんだだいぶあれだからバレたら絶対怒られると思って。いや、なんで小日向の名前知ってんの？だいぶ遡って説明しますね。ここ犀川神社は古来より遊仙結界と呼ばれる結界術を守ってきました。犀川村全体を一時的に現世と霊界の中間領域に閉じ込め、物理的な介入を一切断つ結界です。あの世とこの世の狭間みたいな感じか。この結界を用いて犀川村は歴史上ありとあらゆる戦火を逃れてきました。米軍の大…めちゃくちゃ便利だな。大パーツすぎる。そうです、便利すぎるんです。こんなものがあると公に知られてはいけない。結界術がよからぬものに見つからないよう犀川神社で代々管理し続けてきたのが我々犀川家であり、父が当代の神主でした。でもまあそのうちバレるよね。我々一応事務所に属してはいるんで、そっちのお偉いさんは把握していたらしいんですが、なんせあんな代物なので隠す方で協力してくれました。でも霊務省は違ったと。ええ、2ヶ月ほど前から近畿霊務局の小日向課長がたびたびやってきました。いわく霊務省は犀川の結界術が、国益に資すると考えていると。北のミサイル攻撃や大規模災害の発生時に活用すれば何千いや何百万もの国民を救えると。神務省は神社を守るために動く。霊務省は攻撃のために動く。そもそも神社や寺がやってきた除霊を行政の一環に組み込み、宗教組織の影響力を削ぐ目的で作られたのが霊務省ですからね。仮に結界の軍事転用に成功したところで、すぐに対結界研究が世界中で始まる。他の兵器開発と同じいたちごっこになるだけだ。その過程で全ての発端である犀川村は必ず何らかの被害を受ける。それだけは防ぎたかったんです。でも何回も何回も来られて、毎回3時間近く説得されて鬱陶しいな。一度だけ5分間のみ結界を張る実験が決まりました。いや決まるなよ。そんで飲んじゃったの。父が推しに弱かったのもありますが、補助金やら助成金やらどうか盛りされまして、決定打はお賽銭でしたね。スーツケースの賄賂って言いますね。賄賂って言います。覚えてね。ふふ。わーって顔してるけど。ともかくそんなこんなで3日前に優先の儀をやったんですが、ああ、小日向さんどうも。そちらの方々は警備部の者たちです。万が一今回の情報が漏れていたら、どんな連中が狙ってくるか分かりませんから。確かに、早速始めましょう。主任、霊夢局の警備。ねえ、侵入者中よりうちらを見張ってますね。神社全体やなくて拝殿だけがっちり固めとるし、警備主導で全員サブレッサーってのも。よーく見といて。七瀬と栗原にも紹介させてるから。もう一度手順の確認ですが、台座に霊石鏡を載せ、結界を張りたい時間を札に書き、台座にペタッと貼る。これだけで発動するんですね。そうです。これは犀川家の血筋のみが扱えるものではない。いいえ、全然。台座、霊石鏡、お札さえあれば誰でもどこにでも。原理は謎です。やり方だけ代々伝わってます。先代は儀式っぽさを出すために前とかやってましたが、待ってる間に爆弾降ってきたら元も子もないんで、そういうのはやめました。ごもっともです。やめてもいいんだ、そういうの。ところで、昼の実施にこだわっているのはなぜです？境内の記録には夜中に展開したケースしか残ってません。昼間でも通用するのか確かめたいんです。弾道ミサイルや南海トラフは夜まで待ってはくれません。地震にも適用されんのそれ。ほんでよ、好きでおかっぱやっとんちゃうねん。思いっきり椅子投げたらよ、全然関係ない子当たってしまうて。七瀬、あれだから、プリセット A でいいんだって。余計なとこ触んなよ、考察。てめえ、さっき手動でやるっつったろうがよ。エフラン分卒さんがよ。すごい、もうなんか学歴煽りが。お疲れ様です。これは何してはるんですか？太陽光パネルだ。あ、溶変器。溶変器ってなんだ？銃声？イノシシ狩りですかね。この辺では禁止のはずですが。なんぞ無線も入りませんでした？銃声の後。溶変器。2の3からバルチャー。事務所と光線。息や2名溶変器破損。バルチャ了解。指示を待て。あ、全然大丈夫です。今から言う通りにお札書いてください。伊藤、川島、君らの班 LAV2 台で役場に急行して。はい。あいつら溶変器使うっぽい。役場に集めるだけ住民集めて防衛線張って。よし。傭兵機ってなんだ。マルチャーから各局。崖玉が感づいてきているので予定を早めます。境内のユニットは全未行無力化。1の4は予備の傭兵機をグリッド B5 まで運び即時起動。それに続いて航空班全アセット投下。 ECM 各班はこの更新を持って行動開始。俺が結果をやるまで1ビットも外に戻すな。以上。直ちに隠れ。マルチアウト。急にストーリー面白いな。一旦区切っていいか。一旦区切ろうか。それではご視聴いただきましてもう大惨事だよ。それではご視聴いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。